溶彫りについてね、この映像でお届けしたいと思います。大先生です。55年。溶彫りと和彫りって何が違うんですか？本当に15年これはもう和彫りと溶彫りで両方同じ文字をちょっと打ってほしいって言ったんですよ。ああ、うんうん、これが和彫りと溶彫りの違いですよね。そうですね。すごい、超すごい写ってる、うんうん、これ裏テクとしては先生すごいですよ。だと思います。こうやってやってる人って結構いるんですか？いないです。いない。一番大事っていう高根の研ぎ方をこの後編で皆さんにお届けしたいと思います。これが早く切れなくなっちゃうんで、傷つければいいくらいですか？傷つければいい。これをいくら綺麗に研いでもこのフェイス側の粗い筋が残っちゃってるから、刃の先がギチャギチャになっちゃう。スルスルだっすね。これがね、結構この上下を使うんですよ。まあ、僕が歯だとしたら、うん、ここが彫るところですね、うん、もうフェイスルーそうですね、うん、はい、どうもトミちゃんです。でんでーん、溶彫り後編になりますということで、今回も引き続き土方先生に来てもらってます。うん、ありがとうございます。ということで、前回ね、溶彫りのことについて土方先生がめちゃくちゃ詳しく、もう初めてやる人のためだけにもうこう映像をお届けし、裏テクもめっちゃやったと思うんですよ。その流れで一番大事っていう高根の研ぎ方をこの後編で皆さんにお届けしたいと思います、ね、高根が研げれば溶彫りがスタートできると。半分できたよ。半分できたわ。そうだ、半分もできたもん。高根が研げなければ溶彫りはできないってことですよね。そうですね、うん、で、これまたすごいのが先生がですね、データを作ってきてくれたんです。これ先生が直々に作ってくれたやつですよ。で、ここにいろいろ書いてあるんです。これ見ちゃうとちょっと難しそうに見えちゃうんですけど、もうすごい簡単なことらしくて、順を追ってですね、先生とこの映像と、まあ、ここの工程を見ながら、皆さんに分かりやすく説明していこうと思っております。なので最後までしっかり見て、溶彫りのね、刃と刃付けをね、皆さん学んでみてください、ということでスタートしていきたいと思います。で、ちょっと聞きたいんですけど、タガネはやっぱ調光がいいんですか？そうですね、もう慣れちゃったら調光ばっかり使っちゃうんだけど、はい、本来昔からやってたのは、はい、あのハイスピードスチール、ハイスですよ ね、 ですね。だけどハイスの、株、はい、できたやつ買うと結局スイス製とか、はいはいはい、アメリカ製になっちゃうでしょ、はいはい、高いんですよ。高いんですよ、うん、実際使うとき調光使い慣れちゃうと、もう照りが全然綺麗なんですよね。そうなんだ、照りが違うんだ、うん、それ違いますね。そう、それと一工夫すればかけにくいんで、もう全部これで、ステンレスの時計も彫っちゃうし、ナイフもステンレスのナイフも彫っちゃうし。ということは、うん、もう溶彫りやるときはタングステンでいっちゃいましょうと。そう、安いしね。今日はタングステン、まあ、一番皆さんが使うっていうタングステンのやり方を教えてあげるよってことなので、うん、タングステンをで、研ぎをやってみたいと思うんですけど、実はあの言ったらよく今市場にこう売ってるのがこのタングステンの株ですよね、はいはい、これ何ミリ株なんですかね。2ミリ、2ミリなんですかね、うん、2ミリちょびっとあるかもしれないですけど、これで2本取れるから、あ、半分にして2本取れるんですね、これね、うんうん、これね、日本製の住友が出してる株、なんですけど、柔らかいのと硬いの2種類あるみたいなんですよ、これどっち使ってるんですか？あの、いや、ね、硬い方はね、研ぐのもやっぱりちょっと硬いんですよ。それと、なんだ、それとね、最初初心者は硬すぎてかけやすいんですよ。あ、うん、で慣れちゃうとその硬いやつでステンレスでもいけちゃうんだ。相当硬い
ステンレスの包丁ありますでしょ、はいはい、あれも結構掘れちゃうんですよ。だそうですよ、うん、なので硬いのはちょっと慣れてからの方がいいってことですね。そうで、この柔らかい方で硬いステンレスはちょっとやっぱりちょっと掘れない、掘れにくいんで。そうだ、大事なんですね両方ね、うん、で貴金属とか、真鍮とか銅とか、金だとかプラチナはもうこれでの方がいい、柔らかい方がいいと、うん、じゃあ皆さん柔らかい方でスタートやってみましょうってことですね。はい、いや勉強になるわそういうの、うん、今回実はタングステンやるためにはこの刃物研ぎ機っていうのがねどうしても必要だったということで、うん、これとシャープナー2種類ちょっと使い方を今、先生が教えてくれると思うんですけど、今まで多分売ってたやつって全部何十万もしたんですよね。そうですね、うん、でこれ、このセットでメイドインジャパンで先生の全部話し合ってですよ、うん、先生のいろんな技術もここに入って使いやすくできてます。結構それ使いやすくて先生もなんか欲しいと言って、そうですね、うん、僕らこれ要望やってもらうためにも今までこれ何十万もしてたらこれ使ってやりましょうねなんて言えなかったんでね、やっと言えるようになったというところはあります、うん、っていうのが大前提でやるんですけど、はい、どうぞ先生。でまずこれを折らなきゃいけないんで、はいはいはい、でリューターにダイヤモン、はい、ピッチャー円盤のダイヤモンドディスクつけました、はい、そうです。確かにタングステンをどうやって折るんだと、うん、いうなりますよね。これリューターどうぞ。はいはい、でとりあえずメジャーで 6センチ2ミリぐらい、うん、6センチ2ミリぐらい、うん、2ミリというのはちょっと余分でほら折るところはぐちゅぐちゅって汚くなるんで、あ、まあ、いわゆる6センチ欲しいんですよ。じゃあ皆さんリューターは多分お持ちですよね。なのでダイヤモンドのやつで、まあ、こうやってやって噛むんですね。そう、はい、これでちょっとまあ、手で持ってたっていいんですけど、はい、熱くなっちゃうんでね結構、はい、で、まあ、これで回しますよ、はい、じゃあ、はい、で、はい、これで全部切断もできますけど、これが早く切れなくなっちゃうん で、ね、傷つければいいくらいですか。傷つければいいぐらい、あ、はい、傷つけるぐらい、うん、はい、ちょっと傷つければいいわけですね。この3面ぐらい傷つけて、はいはい、傷つけるだけ。それで、はい、でぴっちり折るところ、あ、折るところはここに合わせて、バイスにここに合わせるですね。ぴったりしてでこれでこのちょうどここを、あ、簡単に折れるんだ、うん、こうやったらタングステン簡単に折れるよ。そうでこれをちょっとダイヤモンドディスクで傷を入れとかないと、はい、変なささくれたこう、はいはいはい、折れ方しちゃうんで、だこうやってやって簡単に切れますからね、うん、でこの折ったところが、はい、折ったところが、はい、これをちょっと成形して、はい、折ったままだと、はい、次々ね余計欠けてっちゃうの。あ、そうなの。ハンドピースにセットして振動で掘ってるでしょ。そうするとピストンがこうやって脱穀してるようなもんで余計でプロ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 かけちゃうようなもんで、だからここちょっと綺麗に成形しなきゃいけない、どっち回しでもいいです。これ、あ、どっち回しでもいいですね、はい、これはスピードちょっと上げ目にして、はい、こうやって、あ、はい、ちょっと平らにして、平らにして、でこれをちょっと円錐状にこう、あ、丸めくる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 、こんな感じですね。うん、こうやって、はいはい、ね、はい、これだけでもう、あ、こういう感じで、うん、これだけで、このテールの部分が描けなくなるから、この出っ張りがありますでしょ、はい、これ真上なんですよね、はい、で0度の位置になってるけど、はい、ここをこのチャックのへこみがここに収まるんですけど、あ、はいはいはい、平らな部分ですね。ちょっと真横もちょうど平らな部分があるんで、あ、
先にここを止めるとキュッて締めて、はい、それから、はい、もう片方ここは、90度ずれてるんですけど、はいはい、これ軽くちょっと締めて、でこれでここにつけるんですね、うん、はい、差し込んでこれをしっかり止めます、はい、止めます、はい、とりあえず取ってでこれここにベアリングが入ってるんですよね、はいはいはい、これが素晴らしくて、はい、普通外国製の入ってないんですよどこにも、はい、スルスルだし、うん、これがね結構この上下を使うんですよね。はい、それで次はどれを、まずねフェイスっていうね、フェイス、うん、はいはいはい、このタガネの上の、はい、上ですね。あ、ここですね、うん、まあ僕が肌としたらここが掘るところですね、うんうんうん、ここフェイスですね、そうですね、うん、はい、回転リング角度を横方向に対しては0度、はい、0度です ね、横より0ですね、だからこれを差し込んだ状態はこれですよ、はい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 、はい、で縦方向めちゃくちゃ分かりやすく書いてある、そう一見複雑に見えるんですけどどっちもとないんですよ、はい、で縦方向角度を45で固定して、ね、45度してネジを締めるね、あでこれをこれを回して、うん、これを45度の位置に、はい、回してに印を合わせて、はい、これをよく締める、締めます、うん、でこのままこう差し込む、はい、そうこれが45度になってると、うん、これくらいで、これを回転最高でいいですから、はい、これだけでいいんですね、はい、で荒研ぎはできて、おお、こんな感じで荒研ぎなんですね、はい、確かにすごいテーパーかかりましたね、うん、フェイスっていうのも一応 、はい、刃の部分に当たるんで、はいはい、これやっぱりもうちょっと細かいんで研ぎで研ぐんですけど、あ、じゃあ盤を変えるんですね、盤を変えるけど、はい、これはちょっと盤を変えるの面倒と思ったら、はいはい、これちょっとこれ置いて、はい、こうやってこうやって動かせるんです、回転させなくていいんですね、うん、全然大丈夫で、次に3000番の、はい、これ砥石、仕上げ砥石ですね、はい、これここ置いて、はい、それだけですか、そうそう、これでもいいんですよ、はい、これ高さはいくら変わったってこれ角度45度のまま上下するだけだから全然平気です。ここも刃つける必要があるんだ。でもこれだとここですよね、刃がっていくのって、そうそうそう、あの、じゃあ今ここだからな、うん、これ粗い番手で研ぐじゃないですか、そうするとこの粗い番手の筋が、砥石の筋がついてんですよ、うん、で、この下の刃、これをいくらきれいに研いでもこのフェイス側の粗い筋が残っちゃってるから、あ、刃の先がギチャギチャになっちゃう。あ、これ大事なんですね、うん、だから今たった1分ぐらいじゃないですか研いでたの、うんうん、手でシュッ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 、うん、そんなんでいいですね、そう大丈夫。次ですね、この上面ね、はい、これ厚みがね、はい、あの厚すぎるんで、はい、これ余分なもんちょっと取っちゃうんですよね。このよ、この横方向は0度のまま、はい、一切動かさないで、その角度だけ、うん、45度を一目盛り5度だから、はい、10度、10度、
こいいで終わるんですね。でこれはもう刃じゃないんで、そうそう、確かに、うん、粗くていいです。あの掘るとき、はい、さっきあ高根が厚すぎちゃうんで、はい、ちょっと見にくいんですよね、はい、それでちょっと薄くしたんですよ。そしたら、はい、次、はい、下の面、ね、あ、やるんですね、このベースの下の面を研ぎたいんで、あ、ここですよね、ね、はいはいはい、でこれを、はい、180度ひっくり返して、はい、ひっくり返して、うん、でまた0度は真上に来ます、はい、それでこのベースの、はい、あの角度をですね、はい、これを120度で作りたいんで、はい、120度で、うん、横方向に対して30度、あ、これですね、30度、はい、これどっちでからでもいいです。あ、どっちからでもいいんですね、はい、それでここ縦方向5度、5度、うん、人がメモリって大事なんですね、これね、そう、でこれはで、これで入れて、そしたら、はい、逆側に今度逆側に縦方向は5度のまま、5度のまま、うん、こっちを逆にまた逆方向30度ね、はい、こんなんでいいですね。ちょっと見てね、この三角形の峰の部分がちょうど真ん中に、はい、あ、来る感じ、うん、来るように、それを見ながら、そうそうそう、中心に来るようにやるってことですね、うん、ルーペでちょっと見ながらね、慣れてるからちょうどぴったり研げちゃってるけど、で次はこれですか、タガネの先端を補足するってやつですか。うん、そうですね、はい、これは、自由な太さでいいんですけど、はい、ほら狭いとこ掘るときはやっぱりそれなりに細くしなきゃいけないから、あ、ただこれあんまり細くしちゃうと練習なんで、はい、掘りにくいんでちょっと削るだけでいいです。ああ、じゃあ 2.5 度ってことですか。そう、 2.5 度ちょっとちょっとだけ、うん、先端を削ると、そう、それで当然ね、はい、横なんで90度じゃないですか。ない、そうです ね、うん、これを90っていう数字のところ、はいはい、合わせて合わせて、でこれまあ 2.5 度だから、こっちは 2.5 度なんですね、うん、一目の森5度だから 2.5 度、そんなすごい正確じゃなくてもいいですよ。あ、こういう感じですね。で今度逆をやるってことですか。そう、逆だからこれを反転すればいいんですよね。反転して。遅くなりました、はい、次本当のあの刃先ですね、はい、これを作るんですけど、はい、最初から一番大事なところですね。そうですね、そこが一番大事ですよ、うん、次ね、計算上ではここ傾き角度35度、縦方向は 17.5 度、普通はね15度ぐらいでやるんだけど、はい、練習彫りの場合はちょっと上がってた方がやりやすいんですね、うん、15度だとちょっと低すぎるんで、じゃあ慣れたら15度でもいいってことですか、うん、35度、キュッてキュッてやって35度ですね、17.5度、うん、17.5 度だから15度より、はい、15度の次20度になっちゃうから、はいはい、15度と20度の間、あーってことですね、うん、メモリはないですけど、はい、半分だ、 2.5 度だから、へー、でこれでもう粗研ぎはしないで仕上げ、あー、そうなんですか、うん、仕上げの粗研ぎしないんだ、これしちゃうと
慣れないからジャーって削れちゃって、あ、削りすぎになっちゃうからほんのちょっとなんで、これこうやってやる、ね、はい、そんだけですか。たった5、6回シュッ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 ってやっただけじゃないですか。そうそうそう、はあ。で今度逆側の35、うん、35度、縦方向は 17.5 のまんま、はい、あ、ごめんなさい、うん、これで、はい、見てください、 これと同じで平行棒になってる、あ、刃ついてる。これだけでつくんですね。ね、だけど完璧に平行でしょ、はい、そしたら、次、うん、このまま、はい、もう次仕上げの砥石で、最後仕上げのこの砥石です、うん、あのダイヤモンドペーパーでやっても研げますけど、はい、プラスチックのシートなんで、はい、高値がちょっと沈むんですよね。あ、そうとトロッとしちゃうんで、なりすぎるんで、なるべく砥石の方がいいと、砥石の方がいいで、ちょっとこう水をちょっと水をちょっとつけて、これでもう光っちゃうから、へー、うん、これで光ってるんですね、うん、で次逆側ね、逆ですね、うん、こんだけで光る、なんかもっとすごい複雑に考えてましたけど、うん、で逆、逆側、はい、これだけなんだ。そう。これで終わり。これで完成なんですね。そうそうそう。これは何ですか。これはここの開き角度が違う計算式です。はい、開き角度が違うとき何の時ですか。例えばこれさっき110度じゃないですか。はい、それを90度にすると。鋭角になるわけ、はいはいはい、と鋭角深くて細い、ちょっと細くてすごいタイトな、角度で、深く掘りたい時あるんですよ、模様の外側をグーッと掘って、やりたいという、うん、模様だけ残して、はい、絵柄だけ残して周りを削りたい時、はい、いっぺん110度ので輪郭全部掘っといて、はい、それでその外の線だけこの深い90度とか、じゃあこの中で例えば110度で作られてるんですが、うんうん、もう一本やるって言ったらおすすめどれですか。もう一本やるとしたら、やろうとする人がいたら、あ、2本ぐらいあったら便利だよっていう、もし、あ、90度、あ、だそうですよ、うん、次は90度を自分でね作ってもらう、うん、このもう計算式ばっか書いてくれてますから、うん、残りの半分で90度を作ってみてください、うん、でここにほら図形的に完全平行でなくてもカって書いてありますでしょ、はいはい、でこれ微妙にほら合わせる、はいはいはい、あれ僕今慣れちゃってるからピチッと出せるけど、あ、最初慣れなくてちょっとずれたり、うん、そう、こういう風になるんですよ。でも全然構わない、構わない、うん、だそうです。いや、ここまで書いてくれてる、うん、素晴らしい。じゃあこのこれだけ説明してもらっていいですか。はい、はい、これは例えば片切りで、はい、このヒール面にフェースを R にかけるとですね、 R がついてるんですよ、はい、ね、そうすると、はい、あの彫り跡がピカピカにいけるってことですね。光るヘラ掛けしながら彫ってるから、あ、素晴らしいですね、うん、あとまあちょっと回転しやすいの。じゃあこれをどうやって、これはまあ一応、0度で、うん、0度なんですね、うん、あ、まあこれはフェイスを35度で閉じておいて、ひっくり返して、さっき
毛彫りの時 17.5 度で固定したじゃないですか、はいはいはい、これは例えば5度から30度をこう上下させて、うん、それでこう入れて、これは回転させるんですか？いや、しない、しないんですね、うん、でこれをストッパーでこれ35度に合わせるんです。はい、35度に合わせます。一遍締めて35度に合わせて、はい、でこうでしょ、合わせるんです、うん、はい、でこれをこう入れるじゃないですか。入れる、はいはい、でこれだ、あ、六角で、六角でこれしっかり締めてくださいね、はいはい、すごい考えられてる、うん、それで、はい、これ動かないじゃないですか、はい、でこれでこれ一応仮止めしといてこれ合わせたわけですよ、はいはいはい、そしたらこれ緩めます、はい、あ、そうか、フリーなんでしょ、はい、で5度、うん、5度は目で見てわかるから、はいはい、で30度はここでストップするわけで、はいはいはい、でこれでこうやって、でこれは動かさないで回転させないんですね。そうそうそう、回転すると、はい、早く溶けすぎちゃう。手で普通手研ぎって手でこう研ぐじゃないですか、とくるって、ま、曲率が回るんですよ。はいはい、うん、じゃあこうやってやるんですよ。ちょっと止まっていいですか、うん、これを手で押さえてて、はい、こっちはもう動かないですから、はい、こうやって、ああこういう感じで、うん、でこのスライダーも一緒に動いて、そう、これがない、なんかない時は、はい、これでこうやってたから、あ、研ぎ幅がの前後がこんなちょびっとある、はあ、そういうことなんだ、全然研げないんですよ。ただこうやってスライダーでこうやって、あ、これ便利なんですね、こんな動くじゃないですか、はい、手で研ぐ時ってそのぐらい動くから、ああ、うん、確か安定もしますよね、うん、でこの上げた時もここでストッパーで止まってるんで、あ、それはすごい、うん、ただね、人差し指でちょっと力入れて、マボリでも使える、全然使える、ありがとうございました。これ、まあ、こんな感じでやるってことですね、うん、だワボリの手研ぎって、うん、2年ぐらいかかっちゃうから、それこれ覚えちゃえば、これやっぱほら工作機械でも持ってないとできないことだから、アイデアはできても、まあ、こういう感じなんですね、うん、見ながらこれやってくるって感じですね、うん、それでまあちょっとこうやって見て、ほら綺麗にアルがついちゃう。うわ、アルついて綺麗についてる。うん。そう。だこれもぜひやってもら見てくださいってことですか。そうですね。まあこれはもうちょっと上級になっちゃうけど。上級ですけど。うん、いや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 、ありがとうございました、いろいろと。うん、いやー、土方先生、長い長いこれもう映像で 4,5 時間ぐらいかかってるわけですよ。先生、ご苦労様でした、本当。本当もっとね、深掘りしていろいろやりたかったんですけど、本当ね、ここまでやるだけでもかなりいい映像になったんじゃないかなと思って、掘りにね、対して、ね、皆さんも知識をつけられる映像になってるんじゃないかなと思って、うんうん、なので、まあ、いろんな意味でね、この部材もやっぱ整ってきたっていうのが、うん、皆さんがもっとやりやすい環境がね、できたっていう一つだと思うので、この映像と、まあ、部材とか合わせて、汚れを新しく体験してみてもいいんじゃないかなと、まあ、ちょっとお金はねかかりますけど、今日先ほど言ってくれてたんですけど、もしこれでねもっと見た人がいろんなことを学びたいんだったら、ね、また映像を撮ってもっと深いところを説明してあげるよって言ってくれてたんでね、もうそういう情報が知りたい方はコメントに入れておいてください。コメントがいっぱい入ったら土方さんまたやってもらえますか、ね、本当にありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンをね、あ、嬉しいですねまた技術いっぱい教えてください。これもね、作ってくれたこのファイル、概要欄からダウンロードできるんでね、皆さんぜひこれをダウンロードしてもらった方がいいと思います。もう土方先生が監修どころか土方先生が作ってますから、うん、ね、なので皆さんの役に立てるんじゃないかなと思うんで、ぜひぜひ、ダウンロードして、見てみてください。本当今日はありがとうございました。いいえ。
あのまだまだ元気に100歳までお願いします。あの要彫りビデオ、30巻ぐらいこうね YouTube で出してもいいんじゃないかと思うのでよろしくお願いします。はい、ということでまた次の映像でお会いしましょう。今日の映像良かったなと思ったらぜひいい ねチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。コメントで書いてくれたら、土方先生に聞いて返すこともするんでね、よろしくお願いします。それではまた次の映像で、それでは See you next time。